厳しい相手だったね。なんだと、この私が。礼を言うぞ。ずいぶん手こずらされたが、お前たちのおかげでようやくこの肉体を自由に操ることができる。この男が法王、最後の賢者を亡き者にしてくれた今、杖の封印は全て消え失せた。そう、今こそ我が復活の時。さあ、蘇れ、我が肉体よ。何のつもりだ。話せ、貴様らが。邪魔をしなければ、暗黒神の力、我が手にできたのだ。だが、望みはついえた。全て
終わったのだ。さあ、話せ。貴様などに助けられてたまるか。死なせないさ。虫けらみたいに嫌ってた弟に情けをかけられ、あんたは惨めに生き延びるんだ。好き放題やってそのまま死のうなんて許さない。この上生き恥をさらせだと。貴様、10年以上前だよな。身寄りがなくなった俺が初めて修道院に来たあの日、最初にまともに話したのがあんただった。家族も家もなくなって一人っきりで、修道院にも誰も知り合いがいなくて、最初に会ったあんたはでも優しかったんだ。俺が誰か知ってからは手のひらを返すように冷たくなったけど、それでも俺は忘れたことはなかったよ。いつか私を助けたこと後悔するぞ。好きにすればいいさ。また何かしでかす気なら何度だって止めてやる。これ、あんたの青銅騎士団の指輪か。貴様にくれてやる。もう私には無縁のものだ。ねえククール、ほっといていいの？あんなひどい怪我してるのに。ねえってば。まさか聖地ゴルドーの下にラプソーンの居城が眠っていたとはね。その後マルチェロはどうなるんだろうな。パニックですね。大パニックですね。暗黒大樹の歯があそこにありますね。多分これで、ラプソンの居城にもう乗り込めるんで、早くも決戦の時って感じかなって気はします。はい。決戦の前にですね、やれることが少々あるので、それを済ましてからですね、ラプソンの居城に攻め込みたいと思います。久しぶりの我が家だ。おや、変だね。あいつはどこに行ったんだい？まあいいか。そうそう、アジトに帰ってきた時はゆっくりくつろがせてもらうよ。その代わりあんたらも好きにしてくれて構わないからね。帰りで。何やってんだい。勝手に私の椅子でくつろいでんじゃないよ。あんたみたいなデカブツが座ったら私の大事な椅子が壊れちまうじゃないか。すいません。さっさと表で番してな。
へい、ただいま。まったく。はい、ということで始まりました。暗黒魔城都市って言えばいいのかな、ラプソンの居城ですね。が出現後できることがあるんですけれども、こなしていきたいと思います。怒りの鉄球をね、ゲルダさんがもらえるはずなんだけど、もらえんのかな？おい、ゲルダ！ラプソーンのクソ野郎と決着をつけようって時に、何のんびり構えてるんだよ。ヤンガス、あんたは分かっちゃいないね。こんなご時世だからこそ、自分の心安らぐ場所で英気を養うんじゃないか。そんなもんか？まったく。どうも最近のあんたはふぬけているね。これじゃあいざって時に足を引っ張られそうで心配だね。ちょっと待ってな。ほら、こいつを貸してやるよ。言っとくけど、あくまで貸すだけだからね。全部終わったら必ず返してもらうよ。そのまま持ち逃げなんかしてみな。絶対に承知しないからね。わかったわかった。ラプソーンのクソ野郎を倒したら必ず返すと約束するぜ。あれ、破壊の鉄球じゃないぞ。怒りの鉄球じゃないか。グループ攻撃できる鉄球。へぇー。なるほどね。まあ、これは持たせておくんでいいかな。で、敵単体との勝負になったら、斧に切り替えて、グループだったら鉄球でって感じでいきましょうか。ちょいと待ちな。あたしを置いていくなんて、薄情じゃないか。